ループリーダーのマギです。今回は私の宝物紹介をしていきたいと思います。早速1個目の宝物を紹介していきたいと思います。1つ目はこのスヌーピーのバッグです。この好きな理由はスヌーピーが可愛いからです。スヌーピーのリボンは私の好きな色だったので好きになりました。2つ目はこのお人形さんです。続いて3個目を紹介していきます。3個目はこの飛び出すプレゼントメッセージです。4つ目はこの鉛筆たちです。次は5個目を紹介していきたいと思います。これはいとこからもらった私へのプレゼン、手紙です。消しゴムです。おみくじエッグです。これですね、まともや消しゴム。このハンドスピナーです。続いてはこちらです。この2つのマニキュアです。これはお母さんが見つけてくれたハンバーガーロボです。普通はハンバーガーですけど、こうなっていきますよ。こんな感じになります。これは学校の友達が私のために書いてくれた応援メッセージです。私はこれが一番大切な宝物です。特技は側転です。